ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。今回は、私が担当するよ。はどんなものを紹介してくれるんだ？今回は、再び信濃鉄道に関することを見ていくよ。おお、再び信濃鉄道か。信濃鉄道も魅力があって、いい路線だよな。いろんな車両があって、楽しい路線だし、数は少なくなってきているけど、国鉄型車両が現役で活躍する。貴重な路線だね。そろそろ、本題へ移りましょう。では、マリサも一緒に発表するわよ。おお、いいぜ一緒に、発表しようじゃないか。では、行くよ、せーの。信濃鉄道で開催された上田鉄道祭り。おお、今回は鉄道イベントか。鉄道イベントって、グッズ販売とかあって、楽しそうだな。そうね、このイベントでは、上田電鉄、長野電鉄、アルピコ交通を含めた4社協力で開催されたのよ。おお、これは大イベントって感じがするんだぜ。この4社が協力して開催されたイベントでは、鉄道グッズが販売されたそうなの。それは、見に行きたかったな。私もよ、鉄道イベントのグッズ販売って、ここでしか買えないような、鉄道に関するグッズとかあるみたいだし、行ってみたかったよ。あと、鉄道の運用でも珍しいものが見られたそうなの。なんだって霊夢、教えてくれ。信濃鉄道で運用されている新型車両の SR1系っていう車両が2種類あるんだけど、その車両たちは基本的に用途がそれぞれ異なっていて、青色を基調としている車両は、ライナー車両で、主に有料指定快速に使用。もう一つは、115系の信濃鉄道カラーを踏襲したカラーリングで、一般車両として使用されているの。この用途が異なる2種類の SR1 系は、ライナー車両と一般車両が並結するってことは基本的にないとされてるの。でも、今回のイベントで、この車両たちが並結して運用された姿が見られたのよ。なんと？この並結された運用は、今回のイベント限定だったそうで、ライナー車両と一般車両という組み合わせが見られることがないから、鉄道ファンにとっては、貴重な光景だったそうなの。会場となった上田駅では、運用に就いた SR1 系たちがサービス幕として、信濃鉄道では、一度も運用されたことがない、特急幕や定期運用のない普通西上田、信濃サンセット号で見られる、特別快速上田の行き先表示を見ることが、できたみたいなの。それは、見たかったんだぜ。でも、イベントとして、運用されたみたいだから、今後の鉄道イベントで、運用される機会があるかもしれないわ。それは、見逃せないんだぜ。そろそろいい時間だし、今回はここまで。今回も、楽しんでいただけたかな？よかったら、チャンネル登録よろしくだぜ。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。